トミー・サムをお茶会に誘えるなんて光栄だわ。どうぞこちらに、私たちの永遠のお友達。私でよければとっておきの物語を聞かせましょう。文学によった童話は管轄外だけれど、興味がないわけではないわ。お話を聞かせてくださるミスター・アンデルセン、特にアヒルの子の話と出せなかった恋文の話を。